皆さん、写真ライフ楽しんでますか？どうもこうです。本日もですね、動画のご視聴ありがとうございます。はい、今回ですね、ちょっと私がですね、よく使っているこのソニーの α6400 のですね、まあ、いくつかちょっとレンズ並べてみました。この中で私はですね、基本まあ単焦点がですね、この α6400 を使うときには多いんですけども、まあ、1本だけですね、ちょっとズームレンズあります。で、この、まあ、それぞれのレンズがあるんですけども、これとは別にですね、ちょっと今欲しいレンズっていうのが3つありますので、まあ、こちらのですね、ちょっと私が今からですね、このですね、α6400 用にですね、まあ、欲しいレンズ3つをですね、ちょっと上げていきたいと思いますので、よかったらですね、この辺も参考にしていただけたらと思います。じゃ早速やっていきましょう。はい、今回はですね、私が使っているこの α6400 で、まあ、欲しい3つのレンズについてお話をしていくんですけども、まあ、今私が持っているレンズ、ちょっと軽く説明するとですね、これが 16mmF2.8 の、まあ、ソニーのレンズになっています。で、これが 35mmF1.8 のソニーのレンズになっています。で、これが 85mmF1.8 のソニーのレンズですね。で、これがですね、まあ、オールドレンズのヘリオス 44-2 というですね、まあ、単焦点のレンズになっています。で、これだけ唯一ですね、まあ、キットレンズとして付いてきた、まあ、ズームレンズがあるんですけども、こちらがですね、55-210mm のですね、まあ、レンズになってます。これがですね、ほとんど使わないんですよね。ほとんど使わないので、まあ、単焦点レンズの方が多いんですけども、まあ、たまにごくたまに使うかなっていうところになってます。なので今このですね、持ってるレンズ結構おすすめなのでですね、まあ、別の動画でちょっとご紹介もしてるので、よかったら参考にしてみてください。で、このですね、まあ、今ここもありましたね。そうですね、この 16mm シグマの 16mmF1.4 のレンズもありますので、まあ、このですね、まあ、6つのレンズがあって、このですね、α6400 を運用しているっていうところになっております。で、これとは別にちょっと3つですね、欲しいレンズっていうのがあるんですよ。で、今回はですね、その3つをちょっとご紹介したいと思うんですけども、じゃあどのようなレンズが3つあるのかっていうところなんですよね。で、まずは1つなんですけども、こちらがですね、タムロンから出ている、まあ、11-20mmF2.8 の、まあ、レンズになってます。モデルがですね、 B060 というですね、まあ、型番になってます。で、こちらが APS-C 用のですね、レンズになってるんですけども、まあ、11-20mmのですね、広範囲ですね、撮影ができるレンズになっております。まあ、11-20ってすごくですね、動画でも写真でもいろいろ使えるレンズかなっていうふうに思うので、まあ、めちゃくちゃ使いやすいですよね。これ最近出たレンズなので、まあ、ちょっとですね、興味があって今回欲しいレンズの中の一つに入っています。はい、で、これがですね、まあ、防塵ではなくて、まあ、防滴ではあるんですけども、広角レンズっていうところで F2.8 のですね、まあ、明るさも取れるっていうところがすごくポイントとしてですね、高いと思います。あとフィルター系ですね、ここのフィルター系なんですけども、 67mm という形で、まあ、このですね、タムロンのレンズって大体 67mm でですね、まあ、作られているので、例えば ND フィルターとかそういったところもですね、いろいろ流用して使えるところになってます。で、ポイントとしてですね、大きいのがやっぱり 335g というですね、すごく軽いレンズになってますので、まあ、このコンパクトで軽い α6400 にはすごく合うかなっていうところになっております。まあ、このシグマのレンズってちょっとでかくて重いんでですね、動画ではですね、まあ、この三脚に立てる分ではいいんですけれども、まあ、ジンバルとか使って撮影するときにはちょっと使いづらいかなというところですね。あとはまあ写真撮影のときもちょっと前にですね、重心が行くので、まあ、その辺ですね、ちょっとグリップが弱い α6400 にしてはちょっと撮影しづらい面もですね、あるのかなというところがあります。はい、なので、まあ、この辺のですね、 11-20mm のですね、まあ、レンズを使っていろいろですね、撮影できるっていうところがものすごく使いやすいんじゃないかなというふうに思いますね。 35mm 換算で16mm から30mm というところで、今持ってるレンズよりも広範囲で撮れながら、しかもですね、まあ、自分の使いやすい 30mm の領域も使えるっていうところで、まあ、この辺がですね、 F2.8 で使えるっていうポイントもですね、すごく大きいんじゃないかなっていうふうに思っております。はい、で、続いてですね、まあ、こちらもタムロンのレンズなんですけども、こちらがですね、 17mm から70mm の F2.8 のモデルがですね、 B070 というですね、レンズになってます。まあ、これもですね、最近発売されたばかりのですね、レンズになってまして、まあ、こちらは APS-C 用のレンズになってます。はい、まあ、これもですね、すごく使いやすいですよね。 17mm から 70mm のですね、まあ、広範囲が取れるっていうところで、まあ、フルサイズ換算にすると 25.5 から 105mm ぐらいかなっ
ていうところですね。はい。なので、まあ結構使いやすいですよね。しかもですね、これで F2.8 のですね、開放が使えるっていうところで明るくですね、しかも広い範囲の幅の撮影ができるっていうところで、まあこれですね、写真でも動画でもめちゃくちゃ使えるかなっていうところですね。で、防塵ではないんですけど、防滴はついてるっていうところで、あと手ブレ補正もですね、このレンズ内についてるので、このですね、まあ α6400 ってボディ内手ブレ補正がないので、この分はですね、すごく嬉しいポイントかなっていうふうに思います。この手ブレ補正がついていることで、ある程度暗い場所でもですね、シャッタースピードを抑えて撮影することもできるっていうところもポイントですね。まあ、人物とかになってくると、胴体ブレとか発生しちゃうんですけども、まあ、そういった風景とかですね、撮る分にはめちゃくちゃ使い勝手いいのかなっていうふうに思っております。はい。で、これもですね、フィルター系が 67mm になっているので、先ほどのタムロンのレンズ、11mm から 20mm のですね、レンズと同じになっています。はい。そして重量がですね、525g というところで、500mm のペットボトルよりも若干重いぐらいで、ほとんど変わらないぐらいのですね、重さになってますので、そこそこ重いかなっていうところではあるんですけども、これですね、17から70まで使えるんでですね、めちゃくちゃ使い勝手はいいのかなっていうふうに思っております。はい。なので、先ほどの11から20ミリと、この17から70ミリの、レンズ2本持っておけば、ほとんどのですね、焦点距離をカバーできるので、この2つ持っておくとすごくいいのかなっていうふうには思いますね。最初のレンズとしてこの2つを持っておいて、単焦点1本のこの3本のラインナップでも、すごく使い勝手がいいのかなっていうふうには思っております。ここまでですね、2つのズームレンズをですね、ちょっと紹介してきたんですけども、最後の3本目はですね、実は単焦点なんですよね。こんだけ単焦点持ってるのにまた単焦点かよって思うかもしれないんですけども、これはですね、すごく悩みました。ですね、個人的な憧れというか、このレンズめちゃくちゃちょっと欲しいなっていうふうにですね、思ってるレンズがちょっと1本ありまして、これをですね、この3本の中の1つにちょっと入れたいというふうに思って今回選びました。で、これ APS-C のですね、レンズではなくてフルサイズ用のレンズなんですけども、これがですね、バティスのですね、40mm なんですけどもね、これがですね、めちゃくちゃちょっと欲しいレンズの1つなんですよね。はい。で、なぜこのバティスのレンズが欲しいのかというと、実はですね、私動画を始めるきっかけになった、YouTube の動画がありまして、YouTube の動画というか、カラグレとかですね、カラコレを始める原因になったですね、YouTube というかですね、Vlogger の方がいらっしゃるんですけども、その方がですね、オークスアウトさんというですね、方がいらっしゃって、その方の動画がめちゃくちゃ好きなんですよ。かっこよくてですね、その Vlog のですね、動画がめちゃくちゃかっこよくて、それで、ソニーのレンズを選んで買って、そういったですね、ちょっと動画を始めてみたっていうところもあるんですよね。なので、その方が、このバティスの 40mm、めちゃくちゃ気に入っている、この写りがすごく良くて気に入っているっていうところがですね、紹介されてたところもあったので、それからすごく気になるレンズの一つではあったんですよね。ただめちゃくちゃ高いので、そう安々とですね、買えるものではないので、気にはなってるんですけども、フルサイズのソニーのカメラを買ってから手に入れてもいいのかなっていうふうにはですね、思ってるんですけども、現時点でもめちゃくちゃ欲しいレンズの一つにはなっております。はい。で、これが焦点距離が 40mm の単焦点になってますね。防塵防滴になってます。はい。で、手ブレ補正とかはないんですけども、開放で F2 のですね、レンズになっております。はい。そしてですね、フィルター系が 67mm という形で、大体他のですね、レンズとも一緒なんですけども、重量が 361g という形ですね。結構軽いんですよ。軽いし、見た目めちゃくちゃかっこいいんですよね。このですね、バティスの 40mm。バティスのレンズ自体がめちゃくちゃかっこよくて、α6400 に合うかなっていうところなんですけど、フルサイズのソニーのカメラに関してはめちゃくちゃバティスのレンズがかっこよくてつけたらですね、そこがちょっと憧れてる部分があるのかなっていうふうには思っております。なので今後ちょっとですね、このバティスを使った動画もですね、ちょっといろいろ撮りたいなっていうふうに思ってて、この α6400 で使ってもいいんですけども、ソニーのフルサイズのカメラを手に入れて、それで使ってもいきたいなっていうふうに思っているので、これですね、今後ちょっとですね、いろいろ動画も勉強しながら幅広くですね、いろんな撮影するのに、バティスのちょっとレンズ練習用でちょっと欲しいなっていうふうに思ってるので、ここをですね、ちょっと一つ入れています。で、このですね、独特な写りをするこのバティスのレンズっていうのを写真でやってもですね、
ね、すごく面白いかなというふうに思ってるので、まあ、その辺もですね、興味があってこの3つの中の1つに入れてるっていう形になっております。はい、というわけ です、ね、まあ、今回この3つですね、まあ、純正のソニーのレンズではないんですけども、まあ、タムロンが2つとバティスが1つっていうところって、そうですね、この単焦点が今いろいろあるんですけども、その中で、まあ、ズームレンズもちょっと欲しいなっていうところが出てきた分と、まあ、バティスのですね、この単焦点の 40mm というですね、まあ、画角の、まあ、単焦点のレンズもちょっと欲しいなっていうところが出てきたので、まあ、今回こういったですね3つのレンズをご紹介させていただきました。皆さんはどんなレンズが欲しいですかね。よかったら、まあ、ソニーの α6400 でもいいですし、まあ、他にですね、例えばソニーのですね α7-3 とか R3-R4 とかですね使ってる方で、まあ、こういったレンズちょっと使いたいなとかですね、こういったレンズめちゃくちゃ良かったよっていうですね、まあ、コメントですねいただけたら嬉しいので、よかったらコメント欄の方にいただけたらと思います。はい、というわけでですね、今回の動画はここまでになってますので、よかったらですねソニーのカメラを買ってこういったレンズ欲しいなっていう風にですね興味を持っていただけたらいいかなっていう風に思ってますので、よかったら参考にしてみてください。というわけでですね、また次回お会いいたしましょう。バイバーイ。暑い、この部屋エアコンなくてですね、今日ももうめちゃくちゃ暑いんですよ外ですね。もう汗だくでちょっとですね今動画撮ってるんですけども、もうすごいですよ、もう服とかめっちゃ汗がですね、まあ、そんな暑い中で撮影ですねしているっていうところで、よかったらですねいいねボタンとかですねチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。皆さんも熱中症には気をつけてください。